よし、ムシムシし。もう探索したからムシムシ。ただここは倒しておかんとね。今からここ通るからね。こいつに1個あるから即しよう。やと思いよった4体よったが、こっからジャンプ届く？届かないね。よし、あと次進める。ここも水？あー、水を使うと多分スイングショットで浸かるんだろうな。で、ここで水の前に魚チェック。ジャンプ叩きだったら1キスか。どっから上がるんだ、こっちか。上がれたけど進めんぞ。どっちから来たんやっけ。こっち。あ、あったあった。おお、はしごが見えんかった。で、水を元に戻して、ここにスイッチがあると見た。やりだぜ。あれ、しかも届かんし。めんどくさ。もう一回水抜いて。で、上がると。なるほど。暗いけんようわからん。お、キャプテンコークがある。やあやあ、ついにここまで来れちゃったんだね。来れちゃいましたよ。キャプテンラチェット誕生の瞬間だ。ラチェット、ついにここまでやってきたっす。早くこっちに来るっすよ。なんだかな、嫌な予感がするんだけどさ。友達の言うことは聞かなくっちゃな。
さては臆病風に吹かれたか。いやそんなつもりはないんだけどさ。いいからキャプテンの言う通りにするっすよ。 ありがとうさん、クランク、おかげで助かった。やった、降りようよバカチン。バカチン、やっと計画がうまくいったぜ。どういうことっすか。わかんないのかよクランク。あいつ味方のふりして敵だったんだ。察しがいいね。それなら次にどうなるかはわかるだろう。ショーの開幕さ。ショーって、見ろ、怪獣ショーさ。ん、でもなぜ。でもなぜ。その理由はとっても簡単。ビッグボスドレックは僕の公式スポンサー。君たちは初めから邪魔者だったのさ。騙しやがってクォーク。ほう、その元気いつまでもつかない。こいつを倒せた。歩くたびに波動が出やんか。地形は円形。多分こいつを使ったとしても、あの波動で あれ落ちた。お、橋が落ちた。あ、ここに来させたら、なるほど。うぅ、やべえ。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。クイックチェンジ、雷神、雷神。雷神も、ああ破壊されるんか。じゃあ爆弾、で当たらんところまで来て爆弾投げて。すげえ時間かからんこれ。ダメージ入らんやん。あーやべえ。こっからか。
船に戻る。なるほど。ここで弾を補充してこいと。はい、らっしゃい。そういちゃいいよ。違う違う。さあさあ、お安くしときますし。お目が高いな。くそ、終わるが三角やのにアクセスが三角ってめんどくせえわ。対策を練らんとね。アクアタンク関係なさそうやね。スリングショットもなさそうやし、スパイシリンダーもないし、サックキャノンも使えそうにないし、まずはマシンブラスターで攻めるか。とりあえず200発。落としたら1ゲージか。おお、一定無駄なダメージがあったのだ。じゃあ落とせばいいんじゃない。なるほど、こんなことできるんや。じゃあこのまま誘導して、誘導して、おー、なになになに、なに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 、ガラメカの弾が全部、そうそうそう、コンボ食らった、全部吸われた、マジか。うわ、しかもなんか欲しいのないし。何してくるんや、何してくるんや。こっち来い、こっち来い。こっち来んのか、こっち来んのか。来んのか。来んな。
そう、シールドが邪魔や。あいつあそこで詰まってない、大丈夫？ちょっと誘導しようか。うわ、怖い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 。じゃあそこから動かんぞ。あ、入れる。あ、マジか。やばいやばいやばい、ちょっと待って。じゃあどうせと。あ、くそー。あ、殴れってことか。殴れってことなんかな。よし、ちょっとやられすぎたんで、別、ちょっと時間空けて、やってますが、どうかな？攻める。攻めるっつっても、大した攻めじゃないですけど。やっべ、食らいすぎ。うーっそや、落ちた。やべえ、下手くそすぎる。箸はあと2つ。こっちに来るんやろうか。あいつわざと落ちに来よる気が。熱い熱いってか？やべえ。俺も熱いよ。やべえ。そうじゃないんやけどね。
やべ。ああ、ガラメかな。あれが、弾が。回収しに行かんと。よし、これでほとんどかな。やっべ、食らった。うわ、マジか。無敵時間とかないんやね、このゲーム、そういや。遠近感がわからん。あ、やっぱさっきのやつ、あそこで詰まっとったんや。やったー、倒したー。で？あ、こっちね。インフォボットや。このインフォボットは重要っすよ。誰かさんよりもかい。空襲だ、空襲だ。爆撃艦隊が爆弾を山ほど近くに落としてるんだ。援軍をくれ、早く。ぶっちゃけわし一人なのよ。部下のやつらみんな敵が来たらビビって逃げ出しやがる。後でぶっちめてやる。だからわしゃ生き延びればならん。援軍を早く大至急早急に急ぐんだ。また別の惑星がビッグバッドボスの攻撃を受けてるっす。ほっとけよ、もういいよ。そんなのさ、ヒーローなんて全く意味のない夢だったのさ。クォークはイカサマシだったっすけど、ヒーローの夢は捨てちゃいかんっす。はあ、人を助けるなんてもうバカらしいよ。自分勝手に生きてやる。ラチェットらしくないっす。らしくないってなんだよ。お前なんかに何がわかるってのさ。オイラの気持ちがわかるってのか。友達の気持ちはわかるっす。ロボットにわかりますかね。動かねえよ。これも忘れたっすか。ロボットがいないと起動できねえっす。あの星へ向かうなら動かしてもいいっすよ。はあ、そうきたか。いいよ、早く動かせよ、バカチン。バカに早い。なあ、私のことで独り言を言う趣味はないんだがな、このバカチン。バカチン倒したんだろうな。いや、これであいつらに私の知恵を。知恵？お前に知恵？お前に知恵があったとは初めて知ったわ、バカチン。あいつら二人を倒すだけのこんな単純な命令なのに知恵なんているのか。でも私は。お前の知恵と言ったらスポンサーにボルトねだるぐらいだろ。だから私の命令は絶対だ。結果を出せ。もう顔も見たくないわ。あら、なんかいろいろと複雑やね。バタリア、軍事惑星バタリア。おお、雨が降りおる。全員直ちに気をつけ。お前ら脱走したら軍法会議にかけてやるぞ。ねえ、オイラたち。うるさいうるさい、よく見ろ。あの爆撃艦隊を落とすには回転砲台しかない。やらればこの星はおしまいだ。町の入り口に集合。手伝ってあげるっすよ。もううんざりだよ。罠だぜ。またじゃあ行けよ。一人で行ってこいよ。負け犬の遠吠えっすか。違い、オイラに喧嘩売ってんのかよ、クランク。ちょっと
外の音が多分入ってるかなと思いますが。今回はちょっとボスも倒したということで、ここで一旦終わりにしたいと思います。なんかね、結構一気に撮ってるんですよ。疲れてきた。どれやっけ？いや、なんか一日でずっと撮ってるような気がします。そしたらミッションを一応確認しておいて、コマンドに話しかける。さっきのやつですね。コマンドにもう一度会う。と、あたりを偵察する。激戦区ですが、攻撃をかいくぐって詳しく調べればきっと何かがあるはずです。ほうほう。ハテナは二つと。なんか下の方楽しそうですよね。まあ、次回はこの惑星バタリアを攻略していこうかなと思ってます。では、セーブをして、終わりにします。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。